どうもカクテル田中です。今日はビールによく合うカナダ料理プーティンを作ります。1950年代に誕生したと言われるこのプーティン、カナダの家庭料理として広く親しまれており、ファーストフードなどでもよく見かけます。いやー、もうこれ初めて食べた時はもう度肝抜かれましたね。日本でもあのスパイスをかけてシャカシャカするやつなんかはよくあると思うんですけど、こちらはダイスカットのチーズとグレイビーソースが乗っかってるってことでね、よりコクのある味わいが楽しめます。シャカシャカポテトのパワーアップ版みたいな感じですよね。あのお店によってはね、こう肉がね乗っかってるのもあるんですよね。日本にも最近ねお店あると思うんですけどね、あの簡単にできますのでぜひ作ってみてください。ちなみにこちらのプーティンですね、最近あのカナダのお店にね、あのとある事情でクレームが入りまして、名前をプーティンからチーズソースフライドポテトに変更しているお店もあるようです。さあ、そうこうしているうちにグレイビーソースが出来上がりましたので、これからポテトを揚げていきたいと思います。ポテトは細長いやつが一般的かなと思うんですけれども、今回は皮付きの大きいタイプを使います。チーズはチェダーチーズ以外にもね、何種類か乗せてもいいと思いますけど、ゴロッとしたやつを乗せる方が食べ応えがあります。そして生パセリも乗せてみます。乾燥タイプでもね、まあダメじゃないんですけどね、香りが全然違いますので生がおすすめです。軽く塩を振りまして、グレイビーソース、チーズ、パセリを振りかけて完成です。やめられない、止まらないチーズソースフライドポテト、皆さんもぜひお試しください。